宇宙のどこかに生物がいる。人類のその夢は今悪夢となって襲いかかる。全世界が注目する今世紀最大の映画がいよいよ日本を直撃する。インディペンデンスデイ。異星人の地球攻撃でアメリカの大都市は壊滅。人類は生き残れるか。運命の独立記念日、インディペンデンスデイ。壮絶な宇宙戦争が始まる。君の姿がドアの向こうに消えてしまっても、僕の部屋は君の微笑みの余韻に灯されている。それはまるでモナリザのように優しく、そして神秘的。独り占めできるなんて決してうぬぼれてはいないけど、せめて今夜だけは君の微笑みを僕の心にそっと閉じ込めておこう。ためらわずあの時ちゃんと言えばよかった。Dream Flower、 こんなに好きだったのに。 In Stars Now。 松原大輔。裁判官がその身にまとう法服、実はその法服の色は黒と決まっている。現在その黒い法服を着ているのは裁判官と書記官のみですが、戦前までは検事や弁護士にもその黒い法服を着るよう義務付けられていた。なぜ黒なのかというと、何色にも染められることがないからという裁判官の公正さの象徴なんだとか。納得納得。僕は舞台が大好きです。テレビや映画より舞台から役者を目指した口なんです。自分自身はわりかしぼんやりした人間なんで、生で見れる舞台に強い刺激を受けたんだと思います。でも結構世の中僕みたいにぼんやりした人は多いと思うので、そういう人たちにもおーっと刺激を感じてもらえる役者を目指していくぞとぼんやり思っています。ある人は恋愛についてたかが濃いだろうという。確かに恋愛というものは非生産的なものだ。それで飯が食えるわけじゃない、金を稼げるわけじゃない、夜眠れないから生産力は低下、ニタニタ笑ってたりすると変なやつだと思われる。嫉妬や失恋という修羅場もあるし、女に夢中なのかとバカにされたりもする。でも僕は恋愛のいいところを1万個くらい知っている。そびえ立つような高波に男は挑んだ。かつて誰一人として想像すらしなかった風に乗って飛ぶという方法で。男を挑戦へ駆り立てたのは限界など存在しないという哲学。それに裏打ちされた揺るぎなきスピリットだった。彼の名はマヌ・ベルダン。久しぶり、元気そうだな。あ、久しぶり、元気してた？よう、最近どうだ？こんにちは、最近どうですか？おい、そんなところで何をしている？人の目を盗んでコソコソしていると早死にすることになるぞ。おや、お久しぶり。こんなところで会うとは奇遇ですね。クリスマスに胸ときめく季節になりました。相手の顔を思い浮かべながら、贈り物は何にしようかと迷う嬉しいひととき。プレゼントを選ぶ、贈る幸せ、そして贈られた瞬間の笑顔。世界中の誰もが優しくて温かい時間を過ごせますように。
世界中の夜空にきらめく星に願いを込めて、高島屋から。宮坂俊三です。よっしゃ、じゃあここからは俺が相手ね。言っとくけど俺かなり強いよ。さあそれじゃあ始めようか。なあ、あいつ本当にここに来るのかな。実はさ、俺聞いちゃったんだよね。あいつ海岸で一人で泣いてたんだって。お前の気持ちもわかるけどよ、そんな話聞いちゃうとさ、もう来ねえんじゃねえかって思うんだ。宮崎博です。俺はな、しょうがない、運が悪かった、自分にはできない、明日やればいい、そんなことを言ってるやつをごまんと見てきたんだけどよ、俺にはどうしてもそいつらが何かやるとは思えねえんだ。だから確かめるのさ、俺は違う、絶対に違ってやるってな。何も心配することはない。ここはわしの屋敷だ。この屋敷に住むようになって50年、君が初めてのお客さんだよ。理想的体型というのは異性にモテる体型である。まずそこがスタート。ジムで鍛えてもエステに通っても異性に見られてモテなきゃ意味がない。そこでそんなモテ体型になるための方法や食事をご紹介。目指すはちょいムキ男、ちょいムチ女だ。ほら、あの飛空艇借りてさ、みんなも連れてこ。で、俺んちでバーってやるんだ。大丈夫、ザナルカンドは眠らない。夜明け前に海を見に行こう。街の火が一つずつ消えて、星も消えて、代わりに水平線がパーって明るくなってく。ユーナにも見せたい。村上圭です。長い首でパンチ。今回はアフリカニジェールにあるキリンの楽園が舞台です。好物はなんとスイカ。さらに昼寝する姿や生まれたての子供まで。楽園だからこそ撮影できた驚き満載、キリンの意外な素顔に大接近します。放送は日曜夜7時半です。